ラップ超えたラップ超えたなぁと、終盤さん今日来たなぁと思っておりました。こいつもそういや動画や生放送で一体何回負けたかわかりません赤目キヨスか、何をそんな怒ってはるのもちろんね、鬼コンボでもあります。そういやね、エルギオスは白目の時に鬼コンボに負けましたもんね。はい、じゃあまあね、エルギオスは鬼コンボ以下ということでしょう。よろしくお願いいたしますいける気がしねえ、ちょっといける気しないんだけど大丈夫かなこいつ。いや、エルギオス胸を借りるつもりでどんと来い。いや、あの時とはいろいろと違うのよ鬼コンボ先に言っておく、あの時とは何もかもが違うんだ。赤目ギオスは打撃に耐性がつきました。はい、で怪しい瞳の威力も上がりました。邪眼になりました。威力が非常に高い打天使の悲しみをね、2回攻撃で打つようにもなりました。はい、全てにおいてね、まあ、最低、あ、痛い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 胸を借りるつもりで来いとは言ったけどさ、胸に向かって思いっきりキックかますやつがあるか。いけ、ほら、うん、これはきついなおっと明らかになんかもう力負けしてるような気がしてきたな言うてナイトリッチはデンタザウルスの後に来てますからね、こいつ自体は。うわー、いいねー、打撃体勢を覆す回収撃。おお、悲しみ、あ、あ、悲しみを受け止めてやろう、胸を食るつもりで来い。やめて、あ、ええ、はっ、おっと、相手の攻撃、え、避けろ、え、あ、頑張れ、胸を食る、どんと来い、ドーン2ターンで死ぬか、そうか、2ターンで死ぬのか。あ、そっか、2ターンで死ぬんか。参りましょう。勇者の行進。天帝の剣で行くか。もうね、ここまで来たら、アマはかけません。主人公の強さだけに頼るわけにはいかないんですよ。せめて解体工事したなら、お供2体にも輝いてもらう。それが、いらない僕の道理です。メンチ切ってみたはいいもののですね。まあ、先ほどのように、鬼コンボみたいなことしてると、2ターンで死にますね。メンチ切ってみたはいいんですけど、こう、言うのは簡単なんですよ。誰だってできますよ。ただし、このエルギーはさっき言った通り打撃耐性もありね。凍てつく波動が3ターン目のみです。なので、遊びのターンが非常に少ない。超攻撃型魔王となっております。デンタリッチが出た後だからね、こいつが出たのも。それに合わさって作られた大魔王がこの、まあ、化け物というわけですよ。さあ、頑張ってもらおうぜ。まあ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 、ジム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 。問題はこの一旦目天使のことありか。主人公ね、ちょっとガード。ガードとかピロリで、お願い。よし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 、十分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 。1ピロリで耐久ラインだいぶ変わってくるよ、このパーティーなら。行くぜ、ヨナス爆裂、せーの、よしよしよし、十分十分十分。つばぜりは2ターンです。ここです、ここです。悲しみか絶対レールが飛んでくる、このターンが最適解だと思っております。黄色ですね。はい、あ、早すぎ、あ、あ、早すぎとりあえずここに勝たないとね、繋がらない。よし、 OK、 OK、よし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 、まず第一段階だ。これで串刺し、違う違う、終わったー違う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 、まあまあ、よく当てたよく当てたよく当てたね、よく当てたね、オッケーオッケーオッケー、いいよ。ここからなんですよ、もう怖いのは3ターン目、うん、このターンに凍てつく波動を打ってくれるとだいぶ変わります。もう一個が邪眼なので、そうするとみんな吹き飛びます。みんな吹き飛ぼうと思います避けて、避けれるよ。ちょっと勇者頑張れ、
避けろ、泣くで。おや、なるほど、まだまだあるね、繋がってんね、うまいこと繋がってる。いける、いける、いけるか。よっしゃ、すっげえ、700でんの。いけるぞ、いけるぞ、お前ら。ワンチャンあるかもしれん。4ターン目はフルワタでしょ。あー、でもここで寝てんのはちょっと痛いな。ギリギリ乗せれるかもしれんね。いや、乗せよ乗せよ。多分もうこのターンに乗せないと多分無理。うん、無理無理。4号フルワタなんで行くしかないです。このターンに乗せましょう、頼むぜ。よいしょ、うーん、あと少しだ。あと、え、え、1391、まだ手が襲いかかります。耐えろ、悪伝たちもいる、悪伝もいる。あ、頑張れ、あれは松代から呪ってるからな。お前松代から呪ってるからな。破壊力抜群。エルギオスとラプソーニは共通の弱点があって氷なんですよ。さっきのラプソーニみたいにうまいこと吹雪のものを使っていけば打点に困ることはないんじゃないかと。あとバトルマスターであるからバダンテのひためも変わってくんじゃないかな。とりあえず試してみてどっちがいいかをちょっと決めようか。なんだったらここで勝っちゃってもいいよ。さっきと違うのは悪伝くんがいないことですよね。さっさかちゃん大きいうちに全てが左右されてます。ただし、まあでもそうだな、うん、2ターン目でつばぜりする以上さっさかちゃんにちょっと1ターン目が左右されるんだよな。つばぜり合い強いエルギオスに勇気をどれだけ貯められるか、2ターン目までに。だからつばぜり合いが緑で始まったらまあかなり厳しい戦いになりますね。はい、ダイヤモンド出すと OK、 いいね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 、十分十分、そんだけ出りゃ十分だよ。で、問題は天使の断りとか邪眼のターン、このターンに主人公は止まってしまうこと。よし、オッケー、オッケー、さすが天空の盾、見せてくれるじゃん。さっさかちゃん、いけるか、空高く飛び上がった、おいしょ、ナイス、オッケー、やるやん。コンボコンボ頑張ってくれてんね。よし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 、いよいよいよ。これでつばぜり合いは黄色いけるね。よし。よし。じゃあつばぜり合い黄色マックス止めて、あとはもうエルギー次第。いきます。エルギーのつばぜり合いはかなり強いんで、まあこれでも負けるときは負ける。よっしゃ、オッケー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 、でかい、このい、この勝ちでかい。頼むぞ、されたもん。よしよ、しっかり当てれば打撃体勢の上から会心をね、入れてくれる。オッケーオッケーオッケー、いいためる、それいいためる、いいためるかもしれん、かなり。それすげえいいためるかも。ここのためるはね、ダイヤモンドダストで600馬打点まで持ってけるんで、かなりでかいですね。まあ、仮に一鉄カードが飛んできたら、それはその時って感じ。オッケーオッケーオッケー、まあ、その前に動いた。オッケー。これで600ぐらいいくから、かなりいい打点取れるよ。オッケー、いいよいいよいいよ。ここでね、さっきみたいにジャガンとイテツカハトのタク、唯一エルギオスが出れる可能性があるターンですね、ここが。さあ、さっさかちゃん頼むぜ、パワースタンプせーの、はい、よいしょ、ナイス。おおおお、いいよ、これは。落ち着け落ち着け落ち着け、これね、勝てる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 、大丈夫、勝てる勝てる、とどめラインに乗ってます。で、このターンにマダンテか打点死のかますみということはですよ、このターン耐えれば勝ちです。さあ、今度はまだ、今度はどうだ。いや大丈夫、バトルマスターなんで、さっきのさっきの火ダメは少ない。頑張れ、うわーんコングヘッドが500か。いったわ、まさか、まさかですよ、僕も。なんだろう、うわまさか、まさかですよ。生放送とか動画でも苦戦してさ、SP 使ってさ、普通のチームでも苦戦してさ、デンタリッチでも苦戦してんのにさ、
SP も抜きで、こんなチームで勝てるんだね。苦戦した。こんなに難しいとは。でも達成感素晴らしい。ちょっと待って、達成感がえげつねえぞこれは。これはやらねえよ。よく言ったわ、よく行けたわ。本当にもう、もう俺もびっくり。同じこともう一回やってって言ったら絶対にできないって俺は言うね。いよいよ灼熱の10連戦、最後の新魔王、まあ、灼熱10連戦ではなく10番勝負かな、うん、10番勝負、最後の新大魔王になってまいりました。地獄の帝王エスターク、最後の最後の峠、唯一なのは状態上の絡めてはないってことです。6500万のかー。そんな地獄の帝王に挑む。もうこの光景見るの何回目、20回、もう20回超えてんだわな、この光景を見るのはな。大魔王に挑むね、果敢にも勇敢にもね、無謀にもね、挑む狂った悪魔を紹介します。会心の呼吸を持つ鬼コンボの登場です。さあ最後超えられるでしょうか。僕は無理だと思っております。地獄でしょ。あ、でもなんか鬼コンボなんか体格では負けてねえな。いけそう。さあ、赤く攻撃力の高い二人による仁義なき戦いが始まりました。で、こいつはね、何がいいかってこれですよ。鬼コンボの時はスペシャルカード自由なんで、まずこれでしょ。ドアンテ。そう、一ターン目にあいつは特技しかしません。いや、まあ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 、でもね。まあ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 、大丈夫。今までね、この猛毒の霧からね、次の時はね、会心の呼吸1の方、猛毒の霧という言葉もございます。はい。この前の動画でもやりましたよね。ここの後は確定会心みたいなもんなんですよ。あー、出してくれ。頼むわ。カスみてえなダメージで取ったぞ、さっき。俺見たけど。見ちゃったもん。カスみてえなダメージでどんの。まあ、1ターン目を確定防御できるのは本当にでかい。少なくとも、どっかのやつみたいに2ターンで殺されることはないからね。行くぜ!うわ、かん、強固な打撃体制。そして全属性に対して弱体制を持っている。これはやばいなぁ。おっと!いや、まあ、言うてでもエスタークはね、そんなにね、魔法は大丈夫なんだよね。賢さはそんな高いモンスターじゃないんで、まあ、そんなにいかないと思うと、いた。まあ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 。ま、まだですよ。言うてまだまだまだ。え?おー!ちょっと待てよ!あ。やばい。これやばいパターン入ってんな。今までの負け方のパターンの最初で最後にあったパターンですか?凍てつく波動をこいつ2回使います、最大。一旦目僕は風のマントを振りましたよね。なんで、これは勇気がたまらない可能性が出てきてます。はい。5ターン目までにね。おっと、うん、相手の攻撃、マヘドをこすってきます。おい、確定命中に足を締めるな。あれ、なんか嫌な予感がしてきた。もしかしてお前。いや、いける!信じろ!今までの戦いを信じろ!あ、いけるかも、ワンちゃん。いけ!頑張れ!ウルトラスタンプ!いけ、怒涛のスタンプ見せてやれ、お前の!ボーダー足りる!ボーダー足りすぇぞ!でもこのターン先手いた、あ、先手いてはされたとこ。え、あ?でも先手いてはされたところでさ、え?いや、いけね?怒涛のスタンプ連続ウルトラスタンプ、いけ頑張れ。積んでるやん。え、じゃあ積んでる、あれ積んでるの、これもしかして積んでるの。
風回しなきゃ死んでたし、うん。あ、おっと、相手の攻撃、え、避けろ、頑張れ、避けろ。カンプ抜きまでに、すげえカンプ抜きまでに負けてる。